チャレンジャーの里村、神妙な面持ちでゴングを待ちます。今ゴング。さあ里村選手、コスチュームも新調しましたね。そうですね、これも何かそのやはり和風テイストといいますかね。ですね。まああの表情としては非常に厳しいものがあったんですが、今日は瀬山さん、その変わろうとしている里村という話がありましたよね、はい、あーっとコーナーキックを透かしましたね。今トヨタの表情も今非常にこの屈辱を受けたような精神的なものをですね見せましたけれども、組んでこいというトヨタ、堂々と受ける里村、ここからコーナーに上がってというのが一発等が入っています。あまあこれあの前哨戦のですね、はい、タッグとかでもこういう攻防はよく見られたんですけれども、やはり静かな鼻血出てますね。早くも鼻血ですね。そうですね、ゴングからまだ時間が経っておりませんが、流血というよりはこれだけこの2人の本当のこの強い当たりを証明している感じですよね。大技ではないんですけれども、この当たりの強さ、里村すでに鼻血。豊田選手は割と序盤から大技でボンボンといく場合が多いですけれども、今日は割とじっくり攻めようっていうんですかね。そうですね。豊田選手、その変わろうとしている里村というあたりどうでしょうか。これはね、試合スタイル云々の問題じゃないと思うんですよ。ないと、かなり高さのある、はい、レスラーとしての根本的な発想とかですね、はい、そういうあたりだと思うので、これ具体的なことはどうなんですかって言われると、うん、これ試合時間中喋ったって多分もう間に合わないぐらいだと思うんですが、逆にまだこの里村がそこまでのものを出してないから、もっと我々はこれで感じる部分なのかもしれませんけれども ね、はい、ただ瀬山さん、とりあえず今日タイトルマッチですから、その勝ってなんぼですよね、今は途中だからというのは言い訳になりませんからね、なりませんよ里村。あなんかこうトヨタがこう精神的に来てる感じしますよね、攻めがね。さあドロップキック、おーっとロープへの振りからドロップキック、里村もなんか正面から受けてく感じがしますね。ですね。あこれやっぱりあの里村選手というか外野の、ね、特に若い選手に関しては、はい、まあ透かして透かして勝つのもいいけれども、うん、やっぱりこうある程度はですね、こう受けた上で、はい、あの勝たなきゃいけないというのは、まあ、特にドロップキックみたいな技はそうですよね、ただ全部が全部トヨタ真奈美に好き勝手やらせていいのかと、はい、なるとまたこれ完璧にトヨタ真奈美の世界になっちゃうわけで、その辺をこう里村選手がね、どう、あこれこれおーっと、まあ三味線ということではないんですけれども、完全に計算をしておりました里村。いわゆる鎌固めに行くところを逆に首取ったんですね。トヨタの表情、うわこれは決まるか。これ足、まあ、里村選手も足を決められてるんで、きついっちゃきついと思うんですが、豊田選手は完全に不意をつかれてこういう体勢になってますからね、はい、うわ首が非常にこの角度的につらい角度だ。決まるか里村、落とせるか。話してみましょう、はい、これは、しかしこれは足を切るきっかけにはなっています。これちょっと豊田選手、おやっと思ってますね。計算外の動きですからね。この試合の前にですね、トヨタが非常にこのマスコミに対して、あ里村はトヨタのことは読めているという話をしていましたが、その辺今ちょっと変幻が変わっていたところなんでしょうか。そうですね、まあ、でもトヨタ選手にしてみると、小娘がこう何から読めてるだっていうところあるでしょうからね。そのあこっちも読んでますね、ただこのトヨタがそうはいかんと思ってる上を里村がいけるんであれば、ね、これ勝機はおのずと見えてきますよね、ちょっと今その雰囲気がありましたが、高速のブレンバスター、いやムーンサルト、これに関して膝を立てていきました里村。里村選手はですね、多分今日序盤の攻めを見てると非常にこうリズメの技をリズメの攻防の中で、はい、豊田選手っていうのはですね、決してリズメの選手じゃないんですよ、感性の選手なんで、はい、プロレスの理論とかですね、理屈からいくともうむちゃくちゃなことやる人なんですね。それをことごとく里村選手が潰していってるっていうか、リズメの攻撃で潰していってるって感じがしますね。リズメというのは瀬山さん、どのあたりだと思うんですかね。
見て分かりませんでした序盤見ててリズム、うん、はだここで唐突にこんなに来たらこう切り返されるでしょうみたいな多分ここでも何か考えてると思うんですけどこの状態でですか、はこれも豊田選手の定番ですよねいったあーなるほどねはまあ言われてみればその三味線を弾いてるのとは違うこのチラッチラッとした計算が先ほどから垣間見えてますよね豊田真奈美の定番というのはもうこう来ると分かってると本来だったら対処できるはずのものなんです誰でもできると思うんじゃないですよ、うん、それをそれまでの攻撃をちゃんと耐える体力とか、はい、とっさに動けるだけの冷静さは求められますけどねちょっと豊田選手こんなはずじゃない今日おかしいなと思ってると思いますよ逆にあのまあ比較してあれなんですけど前回その長島からベルトが移るときに、はい、長島はタイトルマッチの前は全部かわしてやるって言いながら全部受けていきましたよねそうなんですよ正面から行き過ぎました、あれとはちょっと違いますね、里村の今日の戦いですね、さあなるほどここで場外多分行くと思うんですがここで何かまた考えてるのか里村はああでもこのトヨタのコメントを聞いている限り里村の術中にはちょっとハマりつつあるのかなという雰囲気はです、ね、そういう見方で見てると分かってきますよねちょっとイライラしてるはずですよ、うん、これは素直に上げるかトヨタマナミカウント5です何かまあ隙あらばほらほらあおっとエプロンから里村あいたおーロープ越えさあ何を狙うんでしょうおお側転の2ドロップで、たまに見せるやつですね須山さん、あの里村の頭の中にはもしかしたらないかもしれませんけれどもあの前回でしたかあのプレイバックガイドをお伝えした試合ありましたよね、はい、4年前、はい、あの試合を非常にこの、まあ、礎になってると言いますか今日の里村を何か支えてる部分っていうのはあるんですかねいやあるでしょうでもっと言うとあの時はもう豊田真奈美に全てのことをやらせてしまったと、はい、でそのこう今日はどこまで何をやらせずに試合最後自分が勝者になれるかと、やらせないことは豊田真奈美を豊田真奈美でなくすことっていうのが、うん、今日の里村選手の、はい、テーマなのかもしれないですここまでの試合のペース自体は里村選手ですよなるほどいわゆる例えばデスバレーであるとか里村が大技の必殺技に持ってくるスコビアライジングであるとか、はい、そういうための組み立てなんじゃなくて、はい、トヨタ真奈美を崩すそうですそういう里村が非常に見えますよね、ですねはーいやいや言われてみれば里村ペースのメインになっていますペース、まあ、あの攻防のねあれからいくと里村選手の方が攻められてるかもしれないんですけれども、はい、本来のトヨタ選手の試合のリズムではないですよね、今日はいやこれも受けていくんでしょう里村はおそらくおただこの後の里村というのは非常にこうそうです、ね、楽しみに なんですよね何を見せてくれるのか、まあ、もう一発いきますかそうですねこれで全部のコーナーということになりますから立ち上がった里村は当然これあ4発目を生かせないんですよねなるほど最後は生かせないとでも豊田選手は意地でも行きたいうんそれが豊田真奈美なんですよね、はい背中で受けてしまいましたがいやー今も里村のそのちょっと計算高いところは伺い知れましたがここは食らっています里村カウント豊田真奈美はもう片腕を上げながらホールに行きましたが返しています里村佐山さんその里村の心理というのは豊田真奈美は今戦っていてどこまで読めていますかねいやもう今日は普通の、はい、あの今までみたいにこう正面からサイクロン行きますか正面から来る里村ではないなとは思ってると思いますよ逆に今のタイミングでのサイクロンというのを豊田の方が焦りがあるのかなというふうに我々にはちょっと映りませんか、こういうストンピング行く選手はないんですよ豊田選手は本来はいわゆるサイクロンまでの流れとしてのこれね、豊田選手がこういう形で顔面に蹴り入れるっていうのは本当珍しいことですこれも余裕がなくなってるというペースを乱されてるんですよでどうにかもうペースあっ片手をあクインリー早いですよねこれもそうですねいやー里村、まあ、今結果としては決まっていますけど私たちは成立してるんですけど、はい、その豊田真奈美が出すまでの流れというのはですね
いやー連続でいくか。2発目里村これは食らい続けていんとちょっと勝敗の行方を、これあと一発食らってカバー行かないと多分返せないでしょ。決めかねませんよ。ああもう豊田真奈美これは決めに行ってますね。里村表情がうつろになっておりますが、あれどうしたんでしょう。里村立つまで待つってことですか。お前の根性そんなもんか。これはでもすいません、シャミセンなのか。いやいやいや、シャミセンじゃないですよ。クインビーに連発は効いているか。ここまでにでもそうすると里村の計算っていうのはこっから自分にプラスになるところまだ持ってってませんからね。ですね。ちょっと今サイクロンのサインが見えましたが、これ食らうととどめという雰囲気がありますね。トヨタマナミをトヨタマナミでなくすという里村のここまでの計算が来た。おっと切り返して奪えた。ただちょっと追撃するにはねダメージでかいですね。そうですね、ちょっとクインビー連発で。ああスコーピオライジング里村、いやダメージが大きいですね。カバー行かないの。いやスコーピオライジングでも十分これは決め技にはなっているんですが、いや行けば多分3つ入ったんじゃないですかね。トヨタはもうそれでも里村行きません。いや瀬山さん、やはりそのここまでの計算というのはここで決めては 逆ですよ、さっきと。なるほど、見下ろされてますね、トヨタマナミ選手が。あの勝敗にこだわってないということではないんでしょうけど、五分五分で今日は勝ちたいというなんか里村の執念みたいなものは感じますけどもね。勝ち負けで肩3つつけてただ終わりっていう試合ではないんでしょう。はあ、そこまで里村は考えてこのタイトルマッチに臨んでいるのか。いやあでも豊田選手ちょっと当たり方が片足ちょっと薄かったですね。完全だったですね。あでもトヨタの方がこれはリングに戻しております。これね多分ね、トヨタ選手とクインビーだと思いましたけども1回寝かせましたよ。ニュートラルコーナー里村早い起こし腕を取る決まるか。これ決まってますか。瀬山さん決まってますね。あーっとなんとかロープエスケープ、あと数センチ足りない。里村離しませんよ。ちょっと決め方甘いですね。そうですか、これじゃ決まんないです。肩抜いちゃったな。また右肩を右肩、これ打球差あるんですよ。トヨタ選手思わず場外に逃げたという感じでしたね、今ね。トヨタが里村に落とされたのではなく、これね、あと僕今日の試合っていうのが、あの例えば7、8年前のトヨタ選手だと里村選手みたいな戦法を考えたとしても多分ダメだったと思うんですよ。ただこれはね当人聞いたら怒るかもしれないけれども、7、8年前のトヨタ真奈美選手じゃないんです。もうはっきり言いますけど、体重が増えた分だけもうできなくなってる技も多いです、スタミナも落ちてます、スピードやキレも落ちてます、やっぱりトヨタ真奈美っていう僕らがイメージするものであり続けるには、これ当人が当人と戦い続けなきゃいけないわけですよ。でやっぱりあの先日1月の山田選手との試合なんか見ると、やっぱり往年の豊田真奈美とは別のものになりつつあるんです。なるほど、デスバレー完全にこれ外れてますかね。多分抜けてるんじゃないですかね。でも、豊田真奈美選手はあくまで豊田真奈美しかできないし、豊田真奈美であり続けるしかないんですよ、女子プロレスラーである以上は。さあデスバレーの連発でブリッジで返す豊田真奈美。いや須山さん、逆にこの、まあ、経験と実績がある選手ですとウェイトが増えたり、それをまたうまく使いこなせるね。デビル選手なんかそうですよね、多分デビル選手というのは当人の、節制と練習、あちょっと腕を取り損ねましたね。あしかしも返す余裕がトヨタにはありません。あのデスバレー連発あたりから里村がついにこのリズムで積み上げてきたものを徐々に爆発させようというところでしょうね。もう一度、いや返していった。これ F5 技です。これは
さあちょっと里村選手もでもこの後これ外れてる方の方ですよ。たださっとね決めに行ってたら決まったかもしれないんですが、はい、入るのちょっともたついちゃいました。惜しいチャンスを逃しましたね。いやいやいや、しかしトヨタは脱臼してる方の方、里村芽衣子。こういう展開もですね、多分往年のトヨタ選手だともしかしたらその柔軟性と運動神経だけで抜けちゃったかもしれないと、なるほど。でも今やっぱりなかなかこうやって苦しんでるわけですよ、必死にこうクラッチ、あ、また伸びちゃった。あーっと里村が改めて体を伸ばして決めにかかっている。トヨタはロープエスケープしかないのか。ロープエスケープ、なんとかロープエスケープ。いやこれもう戦える状態じゃなくなってきたんじゃないですか。どうでしょう、ただ脱臼癖がある分だけ、うわーっと、おー、これ非常ですね。里村芽衣子、これ従来の里村選手はこういう展開になると見ちゃうところがあったんですよ、戸惑っちゃって。さあどうだ、タイトル移動か。カウントアップ返します、トヨタ真奈美。これやっぱ豊田選手が今の自分に対する現実を突きつけられてるんですね、この試合で。いや何かこの、おーっと外れた肩でいった。どうだ里村、ここは返します、返します。それでもやっぱ豊田真奈美は豊田真奈美であり続けるしかないんですよ。使える技はでも、さんこれかなり考えま、ね、限定されてくると思います。ただ肩は多分ね、脱臼癖がある選手は自分で入れることもできると思うんですよね。あ、外れたものですか、はあ、いやいやいや、そう、あー、まあ腕を使わない技をやっぱり、おーっと、これで豊田選手かなり精神的に追い込まれてますよね、もう。里村の方が、おっと、何かを狙いましたが、ちょっと崩れ気味か。膝から何かこう、お互い何かを狙った感じ。里村選手はスコーピオライジングを狙ったんでしょうが、豊田選手も何かの切り返しを狙ったようです。デスマネいった、そのままいった、一発目里村決めに行く、カウント2。さあもう攻めに来ましたよ。あーっと何か、あ、いや里村選手が腕取ってる。わー、里村外れた肩を徹底的に攻めに行きます。トヨタも応戦が精一杯。さあ、ああ、顔に入りましたね。この勝敗は里村かなり優勢だ。普段ですとトヨタ選手はこういう展開になると、ゾンビポーズって言うんですか、効いてないぞってわーっとこう、はい、両手をね、高く上げて、今日やってないですよね。おー、トヨタも、あー、肩が入りましたか、わかんない、あ、入ったかもしれないです。入りましたか、クインビー行くか、行った行った、あーっと、なんかだましだましです。外れてるのかハマったのか、クインビーでロープエスケープ、里村ちょっとでも決まり方は完璧じゃなかったですね。今の逃げ方もなんかこうリングとか自分の体勢がしっかり見えてるような、なんかこう余裕のある言い方にも見えましたけども、一発いきますか。クインビーです、食らってるのは里村、これもいった、今回の方がちょっとカッチリ決まった感じですね。そうですね、そしてここで決まらなければもうダメだというトヨタ真奈美、返す、スクワットされちゃった。クインビーが決まらない、トヨタ真奈美返す、里村芽衣子、もう意地だ、もう意地だ、クインビーボム、そして今度は片手を上げてカウント3。いやー、最後は豊田真奈美が外れた肩を無理やりのクインビーボム、里村芽衣子を沈めました。